今年の紅白歌合戦の出場者と曲順、予想してみました。再生回数が増えるかも。皆さん、今年の紅白歌合戦の出場者予想を真剣に考えたことはありますか？そんな疑問を感じた私たちは、今年の紅白歌合戦の出場者と曲順について、大胆にも予想してみました。まずは、注目のジャニーズグループ、シックストーンズについて。皆さんは、彼らが、今年の紅白歌合戦に出場すると思いますか？意外にも、彼らの出場が、期待されているのです。その理由としては、若手グループにもかかわらず、デビューから、わずか数ヶ月で大きな、人気を獲得している点です。また、個々のメンバーも、俳優としての活躍が目覚ましく、幅広い層から注目を浴びています。これらの要素から、紅白歌合戦のステージでも、彼らの躍動感あふれるパフォーマンスが、期待されているのかもしれません。さらに、ジャニーズについても気になる情報があります。ジャニーズが紅白歌合戦に出場しなくなるのでは？という声があるようです。しかし、これは根拠のない噂に過ぎません。実際には、ジャニーズ事務所のアーティストが紅白歌合戦に出場するのは今も昔も変わらず一般的なことです。だからこそ、ジャニーズファンも今年の紅白歌合戦の出場に期待を寄せているのです。そして、注目の AKB48 についても触れておきましょう。彼らは、紅白歌合戦という名称では、出場できないのか気になるところですが、実際には、普通に出場しています。なぜなら、の公式な大型音楽番組としての紅白歌合戦には、ジャニーズグループ、以外のアーティストもしっかりと出演しているからです。だからこそ、AKB48 のファンも、彼女たちの勢いに期待し、紅白歌合戦のステージで、彼女たちの最新曲や名曲を聴くことができるのです。最後に、事態が今年の紅白歌合戦の出演者についてコメントしているという情報もあります。これは事実でしょうか？実際には、派出演者について公式な発表を行わず、予想を楽しむファンに期待感を抱かせるための戦略としています。ですが、これによって、紅白歌合戦の注目度が高まり、スペシャルなステージが展開されることに期待が持てます。紅白歌合戦といえば、ジャニーズグループが特に注目されることが多いですね。今年も、ジャニーズ枠があるのか、皆さん気になっていることでしょう。実際には、ジャニーズ枠は存在し、彼らの力強いパフォーマンスが紅白歌合戦の、ステージで繰り広げられることでしょう。いかがでしたでしょうか？今年の紅白歌合戦の出場者と曲順について予想してみました。ジャニーズや AKB48 など様々なアーティストの出場に期待が膨らむ中、事態もコメントを控えるなど一層の注目が集まっています。これからの発表が楽しみですね。皆さんの意見も聞かせてください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。